はい、皆さんこんにちは。宅建士無料合格講座の、民法のね、一応最終章になります。不動産登記法ですね。で、一応民法のジャンルで不動産登記法を軽くお話しさせていただいてからですね、また法令上の制限で、不動産登記法のお話入るので、まあ、今回はざっくりとしたね、内容だけ理解しておいていただければと思います。はい、まあ、不動産ね、登記法なんですけども、まあ、どういった登記の種類があるかっていうところだけね、ご説明させていただきます。以前にもね、登記のお話しさせていただいて、まあ、見本でね、この画像をお見せしたと思うんですけども、まあ、これがですね、表示に関する登記と権利に関する登記っていうね、2種類がありまして、で、まあ、こういったね、表示に関する登記っていうのは住所とかね、まあ、正確に言うと所在っていうんですけど、所在であったりとか、まあ、建物のね、名称であったりとか、構造とか床面積とか、まあ、そういった建物の詳しいことが書かれている。で、まあ、権利に関しては所有権であったりとか、あとはね、もう勉強したと思いますけど、抵当権であったりとか、そういったね、賃借権とか、そういった権利がね、乗っかってる部分になります。で、これなんですけど、表示に関する登記っていうのは申請義務があります。で、権利に関する登記っていうのは申請義務がないんですね。で、覚え方としては、表示に関する登記っていうのは、まあ、要するに建物が建ったりとか、まあ、土地をね、2つに割ったらそれをね申請しないといけないということなんですけど、税金にかかってくるんですよ。で、表示に関する登記しないと、要するに建物建ってる土地と建ってない土地ってね、税率が全然違いますし、で、あとその建物自体にも税金がかかってくるので、なのでそういった税金をね納めるために、まあ申請義務っていうのを課してます。で、逆に言うと権利に関する登記っていうのは、してもしなくてもどっちでもいいんですよ、国からするとね。で、権利に関する登記って、あくまでその持ってる人を守るためにあるじゃないですか。だから所有権を入れたら、この土地とかね、この建物私のですよっていう第三者にね、言うためにね、まあ持ってるわけですから、それをしようがしまいが、まあそれは勝手にしてくれっていうことで申請義務はなくなってます。なので、まあ表示に関する登記は申請義務があって、権利に関する登記に関しては申請義務がないっていうところね、一つ押さえておいてください。で、登記ですね。まあ保存登記からね、最後変更登記まであるんですけど、まあ、読んだままなんですけどね、一応ね、まあ、一読だけしておきます。保存登記、まあ、新しくね、権利を登記、ごめんなさい、初めてね、登記するときの登記を保存登記って言います。で、設定登記。設定登記は新たな権利の登記ですね。まあ、所有権登記を新しく設定したときなんていうときは、この設定登記が設定され、まあ、設定登記って言ったりします。で、移転登記ですね。まあ、権利が移転したときに言う名称のことですね。まあ、所有権移転登記なんて言ったりしますけどね。そういったときの登記ですね。で、まあ、ここまではね、パッパッとイメージつくと思うんですけど、意外とね、聞き慣れないのが、この更生登記という言葉と変更登記の違いなんですけど、まあ、更生っていうぐらいなんで、間違ってた登記の、訂正の登記なんですよ。例えば、10月1日に家が建ったって登記したんだけど、実際建ってたのは9月だったと。で、それを間違えて申請しちゃってそのまま通っちゃった場合、こういった場合に関しては更生の登記っていうのをします。で、変更登記なんですけど、例えば、2階建ての家を建ててましたと。これを3階建てにしました。これが変更登記になります。で、まあ、更生っていうのは間違ってた時だけに使えるということですね。なので、2階建てから3階建てにしたときって、それは別に登記したときは間違ってないじゃないですか。今、現状は違いますけどね。なので、まあ、そういった変更があったのか、もしくは訂正をしないといけないのかっていう、このね、大きな違いを覚えておいてください。で、一応、表示に関する登記ですね、原則1ヶ月以内に申請義務があります。まあ、建物を建てたりであったりとか、建物が滅失したとか、そういった場合はね、1ヶ月以内に申請しないといけませんということですね。で、まあ、先ほどもお話した通り、権利に関する登記は申請義務がないので、逆に言うと別に何ヶ月以内にしなさいっていうこともないっていうことですね。なので、まあ、保存設定、移転構成変更ですね。まあ、しっかりと、まあ、どういったね、時にするような登記なのかっていう内容をしっかりと押さえておいてください。はい、でですね、まず登記なんですけども、原則はね、当事者で行うが、申請義務のある登記はね、登記官が職権で行うことができますということで、まあ、登記ですね、まあ、例えば買ったり売ったりとか、その、建物とかね、土地とかを買ったり売ったりとかしたりとか、まあ、そういったことをした場合は、売り主、買い主でね、まあ、基本的にはやってくださいっていうことなんですけど、ただ、申請義務がある場合、まあ、先ほどお話したね、税金の兼ね合いもあると思いますけど、例えば、登記官がこうね、ふらふらと街を歩いてて、あれ、ここ建物あったのになくなってるなと思って、で、まあ、登記を調べてみたら、建物の滅失の登記が入ってないと。まあ、そういった場合は、一応、登記官がね、職権で行うことができますよっていうことですね。
で、あと、まあ、登記の申請はね、オンライン、まあ、もちろん今ね、ネットの申請っていうのもありますし、書面申請がありますということで、実際ですね、登記の量的に言うと、まあ、僕は表題登記っていうその、ね、建物ができた時の登記とか、あとはその地籍のこうの登記とかしかやったことないんですけど、半々ぐらいですね、書面申請するメリットっていうのもあるんですよ。まあその登記がね、完了した時の登記完了証を一緒にもらいに行くついでに申請したりとか、あと登記官に聞きたい時にね、ちょっと曖昧な時にこれどっちの方がいいんですかねみたいな、そういった相談も一緒にできるので、まあ半々ですけどね、まあどっちも今使えるっていうのを覚えておいてください。で、あと仮登記ですね。まあ仮登記っていうね、まあそういったものがありますよということで、まあ、仮登記って何のためにするかっていうと、基本的にはね、その権利を守るために仮登記って入れるんですよ。なので請求保全のね、仮登記なんて言ったりしますけど、まあ、例えばですけど、今所有権がね、ありましたよと。で、売買のね、契約をその人として所有権の移転登記をしようと言った場合に、所有者さんがね、ちょっと書類が足りなくて所有権移転登記がすぐに入らないと、そういった時にね、あれでもちょっと所有者怪しいなということで、もしかしたら俺以外の他のやつにも売るんじゃないかって思ったわけなんですよ。で、そういった時に、まあもうね、民法を、勉強してらっしゃる皆さんなら当然ご理解いただいてると思うんですけど、登記を得てる方が勝つ場合っていうのが非常に多いんですね。第三者との対抗の場合は。てか多いというか、基本的にはその第三者に対抗するには登記がないと対抗できないので、なのでちょっとあいつに知らないやつに売られたら困るから仮登記を入れとこうということで、そういった時に仮登記っていうのを入れたりします。で、結局仮登記が入ってる段階では第三者には対抗できないんですけど、ただ一般的な考えから言うと、仮登記が入ってる土地を誰も買おうとしないんですよ。だって所有者移るって分かってるんだから、もうね、わざわざそんなこう今から揉めますよって書いてある土地に わざわざそれを買いたいっていう人がいないので、なので実際そういった時に仮登記って非常に使われます。まあ仮登記もね、詳しいお話すると1号仮登記とか2号仮登記があったりとか、あとは仮登記にもね、たくさんの種類があるんですけど、まあ宅建士の試験ではそこまで出ないと思うので、まあ今の段階ではこれぐらいで十分だと思います。なので仮登記っていうのがどういった時に使うのか、で、仮登記は基本的に仮登記の段階だと第三者には対抗できないよっていうね、こういったところまでで十分だと思います。で、時間に余力がある方は、不動産登記法のね、分野でお話しする内容にプラスアルファ不動産登記法もしっかり読んでいただければ、もう少しね、点数取るのも楽じゃないかなと思います。はい、で最後にですね、民法の中でも非常にね、まあ、難しいっていうかね、ややこしいって言われる、文章型の問題、まあ、民法の判例問題ですね。判例文が書いてあって、それに対してどういうふうに、まあ、解くのかとか理解するのかっていうことなんですけど、別に判例文って、ね、民法を、ね、勉強してらっしゃる皆さんならわかると思うんですけど、ただただ分かりにくく書いてるだけで、書いてることはそんな大したこと書いてないんですよ。まあ、分かりやすく言われると、そりゃそうだろっていう、ような内容なんですね、基本的には。で、それを理解するのがやっぱり非常に難しいので、実際ですね、僕がこれ本試験でこういうふうにやってるよっていうご案内なんですけど、まずですね、まあ、例えば今回のこの問題文の場合ですけど、まあ、賃借人とね、賃貸人の2人が出てくるわけなんですよ。で、まあ、要するに貸主と借り主っていう関係なんですけどね。で、ずーっと読んでるとね、だんだんどっちがどっちか分からなくなってくるんですよ。これは賃借人が言ってることなのか、賃貸人の権利なのかとか、そういったことが分かりにくくなってくるので、僕はこういう場合にもう全部、まず共通してるのを消して、記号に変えます。A とか B とかね。で、ってなってくると、土地の A が、土地の A が B の承諾を得ることなくっていう風なこう流れで A と B っていう2人の人間がパッと出てくるんですよ。で、それでもちょっと分かりにくかったら、まあ、ここに書いてあるように真ん中の方に A が貸して、借りてる人で B が貸してる人だよって。で、A がこういう風に土地持ってて、これは B のね、土地所有だよってね。っていう風に書いて読んでいけば、まあ、さほどね、難しくないですし、まあ、実際僕ね、4回受けたってね、お話したと思いますけど、判例問題に関しては、まあ、2年連続とも点数ちゃんと取ってますんで、まあ、方法として間違ってないんじゃないかなと思います。
で、あと、まあ、大きなね、まあ、特徴といいますか、このね、間違っているものはどれかっていうので、バツってしっかり書くとかね。まあ、こういったことを書いておけば、最後見直しするときにね、実際、こう、バツを選んでるつもりでも、丸選んでるときとかもあるので、まあ、そういった見直し対策にもね、使えると思います。なので、まあ、こういった感じで解いておいていただければ、問題もね、そんなに難しくないと思いますので、最後、ご案内だけさせていただきます。はい、ではですね、最後過去問1問解いてみてください。はい、ではですね、本日の講義はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。